What's going on, guys? So, episode 5 of Seirei Gensuke Spirit Chronicles. Forest of Spirits. I don't think I really need to say much about that. The title says it all. We left off at that cat girl who, like, snuck up on him trying to kill him. And ultimately joined him. So, let's check out the comments, right? It says, Shield Hero is one of my favorite animes ever. This anime is becoming a solid one for me due to its parallels. Yeah, no shit. Like, it's literally the same thing as a Shield Hero. Like, I watched it, I liked it, and this show is exactly the same thing. Let's watch this episode. It's got 1300 ratings. No. Except in the other one, she's much older, like. What's up? Scary as hell. Oh, so those are the other characters. Let me guess, they're all gonna join them? What proposition? She's ultimately gonna fall for it. Watch. That's my prediction. Who are those people, though? Are those the same people that they're fighting right now?
So when he's gonna fight that dragon? Bro, he's dead. You're not sure. Damn, yo, that's the girl from the real world. Yo, my this dude got kidnapped. Latifa, how are you crying? Don't go anywhere. リオ殿、申し訳ございませんでした。私たちに謝らせてください。リオ様、本当に申し訳ございませんでした。誤解が解けたのなら何よりです。先走ってしまったウズマにはしっかりと責任を取らせよう。この娘っ子たちにも。ええ、わかりました。とりあえず皆さん頭を上げてください。オーフィア、早く枷を外して差し上げぬか。 リオ殿、明日の午前中に里の長老陣を集めて正式に謝罪をさせていただくことになろう。今夜はこのような粗末な部屋で申し訳ないが、ラティファ嬢と共にゆっくりと休んでくださり。ありがとうございます。ではお言葉に甘えて。うん、わしもいろいろと手回しもせねばならんのでな。この辺りで失礼させていただくとしよう。 精霊ドリュア様が宿る世界樹じゃ。大きいじゃろう。ええ、あの木を目指してここまでやってきたんです。さすがじゃな。あの木には高度な幻影魔術の結界が張り巡らされておるから、精霊術の素養がよほど高くなければ見破れぬはずなんじゃが。そうなんですか。うん、リオ殿は誰かに精霊術を指示したわけではないのにな。 私が使っているものが精霊術というのであれば、基本的には独学です。なるほどな。とんでもない才能じゃの。ここじゃ。リオ殿はこちらにおかけくだされ。では、そろそろ長老会議を始めてもよろしいかな。
こたびは人間族の少年をお招きしている関係上、信仰は人間族の言葉で行うこととする。私はこの里に暮らす精霊の民たちをまとめる最長老の一人、シルドラと申す。私の隣にいる二人も最長老だが、アースラはすでにご存知である。こっちのドワーフの男がドミニクだ。よろしくな、人間族の坊主。ご覧の通り、なかなか豪放な性格をしている男だ。何か失礼があったら申し訳ない。ご丁寧にありがとうございます。はじめまして、リオと申します。そうかしこまらないでくれ、リオ殿。勘違いにより同胞がそなたに多大なる迷惑をかけた件、また奴隷として捕らえられていた同胞を解放してくれた件についても陳謝するとともに熱く御礼申し上げる。謝罪とお礼の言葉、確かに賜りました。皆様の領域に土足で踏み込んだ私にも過失はございました。どうぞ頭をお上げください。寛大なお心遣い、痛み入る。そこで謝意を示すために何かできればと思っているのだが。どういうことでしょうか。種族の違いゆえ、わしらは何をもってリオ殿に対する謝意とすべきか計りかねていての。なるほど。ではラティーファを引き取っていただけないでしょうか。うん、リオ殿、それはわしらの望み。むしろわしらがリオ殿に頭を下げてお願いすべきことじゃ。そうおっしゃられましても、もうちっと欲を出してくれんと。もし叶うのならば、今のあの子は私に懐いてくれている、そう思っています。だからリオ殿、どうかそこは皆まで言わんでくれ。ラティーファのため、どうかあの子としばらくこの里で暮らしてくれぬか。よろしいのですか。構わん、この場にいる長老全員が承服しておる。ぜひお願いしたい。おうよ、遠慮すんじゃねえ。アースラから聞いていた以上の男だ。気に入った聖坊主。うん、アースラとドミニクが言う通りだ。里での暮らしは不自由がないように最大限の配慮を行うつもりだ。その間に何か欲しいものでも見つかれば遠慮なく言うといい。そうだな、なんなら物じゃなくてもうちの里の娘たちと結婚してもいいぞ。ドミニク、あまり調子に乗るでない。もう酔っておるのか、貴様は。リオ殿、そういうわけじゃ。わかりました。では里に暮らす間に精霊術や生活の様子などを皆様の知識などご教授いただければと。なるほど、その程度なら全く問題ないの。うん、優秀な教師を用意せねばな。さて、話もまとまったようだし、そろそろ私の用事を済ませてもいい？これはドリュアス様。リオ殿、そちらにおわすお方があの世界樹の精霊ドリュアス様じゃ。え、精霊ですか。Isn't that that girl from his dream or something? はじめまして、リオ。はい、はじめまして。やっぱり、あなたの中からすごく微弱だけど精霊の気配がするわね。眠っているのかしら。精霊、俺の中に。うん、心当たりはない？多分契約していると思うんだけど。契約？いえ、特に覚えは。そっか、おかしいわね。精霊と契約していると魔法が使えないとか、人間族にとっては不都合が起きたりするんだけど。ああ、それなら確かに。使えないものも一人いますね。魔法すら使えない足手まといのお前にもできる仕事を用意してやった。ねえ、ちょっと調べてみてもいいかしら。ええ、お願いします。じゃあ、失礼して。 What?What's going on? あなたすごい量濃度を秘めているのね。美味しそう。本当に人間族？何かあったんですか？何かあったというか、あな
たの中に人型の精霊が眠っているというか。人型の精霊ですか。うん、その様子だと人型精霊の希少さを分かっていないみたいね。ええ、簡単に言うと、私のように人型の形態になれるのは準高位級以上の精霊だけなの。ではリオ殿の中にその人型精霊様が眠っていらっしゃるのですか。ええ、かつて六大精霊と呼ばれた高位精霊たちは1000年以上前に発生した神魔戦争で全て行方不明になっているし、リオの中に眠る精霊がその高位精霊である可能性もなきにしもあらずなんじゃない。高位精霊だと何か問題があったりするんでしょうか。ないと思うけど。あ、でも里の子たちにとっては一大事かも。純高位精霊の私ですがだいぶ神格化されているし。それはどういうことでしょう。我々のリオ殿への対応を改めて考慮し直す必要があるということだ。平たく言えば、リオ殿のことを聖人として扱った方がいいのではないかということじゃな。聖人ですか。まあ細かいことは気にするな。この里での扱いがさらに良くなると思えばいい。ではそうしておきます。 Bro, she likes him. お兄ちゃん。 What the hell? What the...Yeah, Sutter World. Good job, Wayne. Kitchen! Good view! Delicious! What is this? This? This is the one who has taken the seed of Ine and cooked it in saffron. Ine?もともとはヤグモ地方を原産とする食材のようですが、シュトラール地方にはありませんでしたか。ええ、そうだよ。ここにはお米があるんだよ。お米、お米。何それ、変なの。だってこれお米だもん。あの、ところでリオ様、私たちはどちらの部屋で寝たらよろしいでしょうか。はい、あの、最長老、アースラ様からお聞きになっていませんか。何をでしょう。私たち3人もこの家に暮らしてリオ様たちのお世話をするように。 Yo, this dude, man. お姉ちゃんたちもここで一緒に暮らすの。そう、ダメかな。どうだろう。いや、それはリオ殿、お邪魔するぞ。アースラさん、サラたちの同居じゃがな、リオ殿、わしからも伏してお願いしたいと。おっしゃいましても、まずくありませんか。人間の俺なんかと暮らしたら。だからこそじゃ、リオ殿とラティーファのことはすでに里の者たちの間で噂になっておる。それを里の上の者が腫れ物を触るような真似をしたら、そっちの方がまずかろう。なるほど。それにこれはラティーファのためでもある。リオ殿以外に保護者として、友として、あの子のそばにいてやれるものが必要じゃろ。確かにそれはそうですが。では決まりということでいいかの。あ、まあラティーファにとっては大変ありがたい話なので、サラさんたちがご迷惑でないのなら。よかったね、okay. お姉ちゃんたち、ありがとうございます。リオ様、お礼を言うべきなのはこちらの方です。これからよろしくお願いします。それと、その様付けはやめていただけると助かります。あの、ではリオさんでいいでしょうか。ええ、構いません。What? それでお願いします。 This is too bad. Doesn't like be keep calling sir, but I want him to, I want him to call him master.
I still don't. What happened to that girl that stabbed? Oh, there she is. これより聖霊大祭を執り行う。大いなる聖霊の深き恵みのもとに、その祝福と加護が我ら聖霊の民の行く道に常しえにあらんことを。Oh, he was a bad guy? Or not? さて、そろそろ降りるとしましょう。行きますよ。はい。あそこに入るんですか？ええ。この時間帯、あの洞窟の中に暮らしている主は餌を取りに出払っています。しばらくは戻ってきませんので、安心してください。あなたはここで待っていなさい。天井の獅子団へ入団のため、よくここまで耐え抜きましたね。次の試験をクリアすれば、晴れてあなたは獅子団員として入団が許可されます。はい。Well, that's the dude that was, よかった。これであとは帰るだけだ。レイさん、それは？見てわかるでしょう。卵ですよ。何のですか？おや、知りたいです。Because it's a dragon egg. 我々はグリフォンに続き、天井の獅子団の新たな戦力増強を考えているんですよ。この卵はあなたが持っていてください。私はグリフォンを操らないといけませんからね。The Griffin? What the hell's that?Is this it? Next time, festival night. Alright, man. This episode was fun. We got to learn about some stuff. That he has a lot of power in him. And... Bro, those were dragon eggs. Was that a dragon egg at the end?Man, why can't like this whole series be like over with so I can watch all the episodes? Tell me what you guys thought of that episode. I thought it was pretty fun. Dude, how did he just gain like 4 girls? Like from Latifah to the other girl? Yeah, I thought it was a pretty cool episode. I got to learn that, he has a spirit in him. Who is he, though? I don't know. Tell me what you guys think of this show. Are you guys enjoying this show? If you guys enjoyed my reaction, make sure to hit the like button, subscribe, comment. Tell me what you guys want to watch next. And I can't wait for the next show, the next episode, man. What, next Tuesday? So yeah, this is a pretty cool show, man. Like, I'm enjoying other shows as well, but this one's pretty cool. This one's one of my favorites. Till next time, peace.